こんにちは、門前整体三つのぶでございます。今回はね、首と肩こりを施術をやってる、めちゃめちゃ激しいね、門前整体をやっていく動画になっております。で、今回はね、この、モデルさんはね、あまり叫ばなかったので、基本的にね、うちの店に来られる方ね、肩こりとか、首こりでね、あ、気持ちいいっていう人ばっかりなんで、叫ばない人が多いんですよね。まあ、それでね、こういう風な動画をね、撮っていこうと思っております。今ね、首をね、ぐいぐいと押さえていってる、首の強い疲れのね、こりを押さえていってる動画でございますね。首のね、今ね、ちょうどね、第一線、まあ、目の疲れによく効く場所ですよね。目の疲れとか、なんていうの、スマホ疲れとかによく効く場所、皆さんね、あのストレートネックなんかにもよく効く場所なんですけども、この場所をしっかり押さえていってあげると、あのやっぱりね、皆さんね、現代病でね、スマホとかパソコンとかね、やってるとどうしても硬くなってしまいやすい場所なので、この辺をね、ぐいぐいしっかり押さえていってます。で、あの体が動いてるのが分かると思います。皆さんね、うちの動画を見ている人っていうのはね、ここまで強く押さえてくれるのかって思うんじゃないかなと思います。他のマッサージの店だったら、ここまでね、首が押さえる、動くところまでね、押さえていきませんから、当店ではね、これがね、どんどん押さえていっております。で、今ね、2023年のね、8月なんですけども、門前整体 MAX3 というのに変わってきまして、この MAX3 というのは何かっつったらね、もっと首をね、強く緩めていく方法っていうのをね、しっかりとね、考え出しまして、考案しまして、まあ、あの、昔からやってたんですけれどもね、それをね、一般受けしなかったんで、やらなかったんですけども、一般受けするように、ちょっとね、一般受けしなくてもいいやと思いながらも、抑えていく風な感じでね、やっていってます。でね、より首に特化したね、やつをやってるんですけども、皆さんにね、あの、うちに来られてるお客さんに今やっていったら、あ、先生やっぱそれだとか言ってね、喜んでくれる人が結構多いです。まあ、そんな感じでね、抑えていきます。で、今がね、首とね、肩とね、肩甲骨の付け根のね、一番、あの首の付け根の一番凝る部分ですよね。ここがね、やっぱりね、一番皆さん凝りやすいんです。で、ここの場所っていうのはね、結構ね、抑えにくい場所なので、あのね、なかなかね、抑えにくいんですよね。首とね、首の骨と胸の骨が変わる場所っていうのと、あと鎖骨がつながってきて、どうしてもね、あの、なんていうのかな、付け根になる場所なので、どうしてもね、人間の構造学的にどうしても硬くなってしまいやすい場所なんですね。で、こことかリュックサックとかね、肩に紐をかけたりとかすると、どうしても硬くなっちゃう場所ですから、ここをね、皆さんやってほしがります。で、そこからね、もうちょっと片側になっていくと、皆さんね、一番肩が凝ったっていう場所ですよね。この場所をね、ここまでね、ぐいぐい強く、あの、僕のね、この太い手で押さえていきますから、これをね、やってほしい人、やっぱりたくさんおられるんですよね。で、ここのね、肩こりだって、見ていただいてわかるでしょう。このね、体が動きまくってる、動きな、ここまで押さえるところってなかなかありませんね。昔なんかね、このね、ベッドはね、動いてね、逃げていくっていうことが起こったので、今ではね、ベッドが動かないように、ベッドの下に滑り止めを置いて、その上にベッドを置いて、で、強く押さえても動かないようにしてますが、それでもね、やっぱりね、何日かしたらね、ちょっと、あの、下に降りたりとかするので、引き上げていったりとかするぐらい強く押さえていきます。これね、力任せにするのではなくて、体の体重をね、全体重を使ってぐいぐい押さえていってますから、こう背中の力を使って押さえていくっていうのが秘訣なんですよね。で、皆さんやっぱここまでね、押さえてもらって、こうね、ぐいぐいガクンガクン動いてるでしょ。ここまで押さえるっていうのが門前整体なんですよね。ここまでなかなか普通、普段行かないと思います。まあ、言ってる人もあるのかな、ちょっと分かんないけど、まあ、当店のやり方でやると、こういうふうにぐいぐい押さえていってね、あの、ちょっと早めのスタンスと押さえてますけれども、このね、なんで早めかって言ったらね、あんまり強い長押ししちゃうと、あの、あんまり耐えられなくなっちゃうんですよね。なので、あの、トン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 というようなタイミングで押さえていくっていうのが門前整体の売りです。で、ここをね、やっぱりね、こんだけぐいぐいと押さえていくと、やっぱりね、疲れが取れてくれるんですよ。で、やっぱりね、硬い筋肉っていうのはね、もう硬くなって、何、あの、硬いステーキで食べにくいやつを、肉叩きハンマーで柔らかくしてるみたいなイメージですから、本当にね、僕の指でね、肉叩きハンマーで叩いて、お肉を柔らかくして肩こりを取っていくっていう風な感じでやっていってるんですよね。はい、すいません。
ちょっ と止まっちゃいました。お水飲むためにね。でそれでねまたこうやってねぐい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 押さえていきます。ここのね肩がね動く、体が動くぐらい、ほらちょっと押すだけで体が動くでしょう。これぐらい押さえていくのが悶絶整体三つの部のね、やっぱりね強さゆえんっていう感じですかね。肩こりではね結構叫ぶ人もいるんですけれども、その人のね動画がねなかなか撮れてないのでね、皆さんね聞きたいんでしょうけれども、ちょっと申し訳ございませんね。私のしゃべり声で楽しんでいただければななんて思っております。でこれをね肩こりぐい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 抑えていきます。やっぱりね皆さん現代病なんでしょうね。肩と首を凝ってるっていう人結構多いですからね。ここの部分ってなかなかねこんだけね強く抑えてくれるところっていうのは本当になかなかありませんからね。やっぱりねなんていうのかな、日本全国から当店にご来店いただいておりますから、北は、どこだ、北はどこだ、今ちょっと思いつかない関東の方から結構来られたりとかね、九州とか四国とか、あと岡山とかね結構来られたりとかしますね。あと九州、福岡か、福岡も結構いるな。大分の方も いますね。聞いてるでしょう。はい、まあ、そんな感じでね、こんな感じでぐいぐい押さえていってます。でこれがね押さえていくとやっぱり肩こりがねしっかり取れていってくれるんですよね。でなんていうの、これ押さえた感じでぐいグイッと入ってるのが分かると思いますから、やっぱりねそこまでね力を入れてあげないとなかなか効いてくれないっていう人がねやっぱりいるんですよね。でこれ場面変わりましたけれども、ほらこっち側、左側、このモデルさんの方は左側が硬いから強く押さえても入っていってない感じがするでしょう。見ててもこういう方結構多いんですよ。右はマシだけれども左側の首のこりがきついとかいう方結構おられますから、その辺をねしっかり緩めていくのがね悶絶整体三つの部でございます。でこの左右差があるのでどうしてもねやっぱりね体の使い方によって変わったりとかするので、どうしてもね仕方がないんですけれども、まあ全体的に言えば左側的には精神的な疲れとか、あとは右側は今の夏場の時点だったりとかしたら夏の疲れとかね、気温の寒暖差とかクーラー病でやられたりとか体が冷えちゃってたりとかね、それでね暑いところとさ寒いところ、クーラーの部屋に入ったところを入れ替わりにしてたりとかすると体が追いつかないので、それでね右側の背中が硬くなっちゃうっていう人結構いるんですよね。実は私もそれで、なかなか背中が疲れちゃったりとかするので、自分で解消するためにどうするかっつったら、まあね私の動画チャンネル見ていていただいている方だったらね何回もお話ししていますが、湯船に入ったりとかサウナに入って水風呂入ってっつって、それをね繰り返してね体をね緩めていくっていう方法をねご自身でやってみてください。でそれでもなかなかねでダメだった、マッサージガンでもダメ、なんかツボ脂肪でもダメだっていう方は、当店悶絶整体三つの部奈良の方までね、もうコロナも落ち着きましたから来ていただければ、覚悟を決めて来ていただければいいんじゃないかななんて思ったりもします。最近もね、新しい方も結構来られてるんですけども、皆さんやっぱ覚悟を決めて来られて、ああって言って2回目のご予約いただく方も結構増えてきております。で、予約取りにくくなってきておるんですけれども、そういう場合はね悶絶整体マサトの方が独立開業しましたので、そちらの方ね、JR 奈良駅近辺にありますから、そっちに行っていただいてね、皆さんね肩こりの方の疲れを取っていっていただければいいんじゃないかなと思っております。あ、そうそう、マサトがね、独立開業しましたのでね、ここでお伝えしておきます。さあそろそろ、今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。以上でございます。硬かったね。めっちゃ気持ちよかった。肩首は、足は痛い。足は痛いね。うん、今どうですか。だいぶスッキリしたでしょ。あ、スッキリ。足の疲れが、痛さがね、ちょっとね、2、3日続くんですけど、うん、それがね、取れてくれるとね、もっとスッキリします。今どんな感じかって言ったら、髪の毛を切った後みたいな感じ。おー、軽い。うん、軽いでしょ。うん、だから髪の色を染めた感じ。でやっぱ2、3ヶ月するとちょっとなんかプリンみたいになっちゃってから、で体もね定期的にやられた方がいいよっていうふうに言ってますけれども、その辺は考え方なので、どうするかはまた考えてください。私から以上なんですけど、なんか聞いておきたいこととか何かあったりしますか。いや、私の体だと、はい、どれぐらいのペースで来たらいいですか。1、2ヶ月1、2ヶ月に1ヶ月、うん、うん。